車市場認定中古車 .com をご覧の皆様、こんにちは。メルセデスベンツ中野サーティファイドカーセンターの小柳でございます。本日は好評の動画シリーズ、経営者のための車選び、減価償却しながら楽しむにおきまして、ハイエンドモデルの在庫数では全国屈指の規模を誇る当センターならではのこちらのお車、メルセデスベンツ G550 ロングをご紹介いたします。超人気 SUV G クラスの魅力をたっぷりお伝えしてまいりますので、ぜひ最後までお付き合いください。まずは G クラスとはどのような歴史や特徴を持つ SUV なのか、そんなことについてお話ししておきましょう。 G クラスといえば一目でそれとわかる個性的なルックスが人気の秘密です。アイコンとなる丸型ヘッドライト、台形のホイールアーチに張り出したフェンダーと、その上に設置されるウインカー、リアゲートに背負うスペアタイヤなど、もともと軍用車両として開発された無骨なスタイルは、民生用として登場した1979年当時から基本的に変わっていません。孤高の存在という言葉がこれほどふさわしいモデルは他にないと思います。このクラシカルなルックスを持つモデルが、スタイリッシュな高級 SUV の象徴として世界中で愛されるロングセラーモデルとなっているのですから、不思議なものです。このように約40年にわたりメルセデスベンツ製 SUV の象徴として君臨する G クラスですが、ご存知のように2018年6月にフルモデルチェンジが実施され、新型にスイッチしました。ところが先代と呼ばれるはずの従来型もその人気に後押しされる形で、当面の間は新車販売が継続されるという変則的な世代交代となっています。ご紹介する車両はその従来型最高級モデルの G550 ロングで、最高出力421馬力、最大トルク 62.2kg を発生する4リッター V8 ツインターボエンジンを搭載する上級モデルとなります。さて G550 ロングの個性的なエクステリアをじっくりご覧いただきながら、経営者の皆様に購入方法のご提案をさせていただきたいと思います。メルセデスベンツは高級車の代名詞となっているブランドで、しかも高級 SUV の G クラスには趣味性の強いプライベートカーのイメージを持たれる方も多いのではないでしょうか。しかし最近では法人登録される経営者の方が少なくありません。シンプルに言えば会社の車として購入し経費としているのです。また焼却資産の場合、法令に沿った額を毎月焼却していきますので、市場価格を気にする必要がないという利点もあります。 G クラスはじっくり長く乗れば必ず価格以上の価値を実感できる SUV です。 G550 ロングのボディサイズは全長 4575mm、 全幅 1860mm、全高 1970mm。 背が高いので大きく見えますが、意外と手頃なサイズ感です。しかも高いアイポイントとスクエアなデザインの恩恵で、車体の四隅が見渡せ非常に運転しやすい車です。テールゲートはこのように横開きとなります。インテリアをチェックしてみましょう。クラシカルなエクステリアとは異なり、後期型にはとてもモダンなデザインが採用されています。特にアッパーグレードの G550 ロングはホンガーシートやウッドとレザーのステアリングホイールなどが装着され、ラグジュアリー感が際立ちます。しかもこちらの車両はスライディングルーフとハーマンカードンが標準で取り付けられ、とても贅沢な仕立てとなっています。そしてセンタークラスターの上段に並ぶこちらがデフロックのスイッチになります。
G クラスの 4WD システムにはセンターデフロック機能が備わり、さらにリアデフもフロントデフまでもロックすることができます。すべてをロックすると四輪が全く同じ回転数で回るわけですから、その駆動力に勝る仕組みはありません。すべてをロックさせるシーンはそうあるものではないと思いますが、雪道での脱出などに威力を発揮することは言うまでもありません。そもそも軍用として開発された G クラス、もしもの時に乗員を守ってくれる強い SUV なのです。ところで G550 ロングが搭載するエンジンは4リッター V8 ツインターボです。最近ではダウンサイジングユニットが主流となる中、ハイクラスモデルでも直四ターボやディーゼルエンジンを採用するケースが一般的になっています。そんな時代の中でもメルセデス・ベンツは S クラスと G クラスに関してはスタンダードモデルにも必ず V8 モデルを用意するのが伝統となっています。 V8 はメルセデス・ベンツがその長い歴史の中で大切に育ててきた特別なユニットと考えていいでしょう。つまりよりメルセデスらしさを味わえるのがスタンダードモデルの V8 搭載車と言っていいのかもしれません。これが車好きの皆様が G クラスの王道は V8 搭載のスタンダードモデルとおっしゃるゆえんなのです。こちらの従来型 G550 ロングは初度登録が2018年、走行距離はわずか3000キロ、車両本体価格を1198万円とさせていただきました。レーダーセーフティーパッケージとラグジュアリーパッケージを装備するとても贅沢な1台です。経営者の皆様にはぜひ法人名義での登録をご提案させていただきたいと思っております。焼却資産とすることによるメリットなどにつきましてはショールームでご説明させてください。お待ちしております。本当にもう走り、あとはスタイルを追求した一台だからこそ、今回従来型をあえてお勧めいたします。G550 ですと、一番の魅力はあの武骨な、角張ったスタイル、これはもうずっと今まで、従来型まで変わってこなかったスタイリングですので、一番強調したいのはそこのスタイリングの部分、それとまああの見切りの良さですね。まあゲレンデですと、そうですね、まあ一般道でも十分あの乗りこなせるお車ですけども、いざじゃあアウトドア出かけて、まあそれが仮にそうですねスキー場、冬場でいうとスキー場になった場合に、まあ、めったにスタックはしないで、雪が降っていればなおあの雪の似合う車の一台になっているかと思います。武骨な SUV に限ります。